おはようございます。今日は丸宮の定休日の日です。年一友達と牡蠣を食べに行ってます。女3人旅の立ち寄りはお決まりの変場持ち。帰りだと売り切れちゃうと困るので一足先にお土産を購入。もっちり優しい甘さで美味しいんだよね。向かった先は的屋で名の知れたイカだそう。到着です。テラスからの一望は絶景。天気にも恵まれ、カップルを真似て記念写真を撮りました。ロビーには暖炉もあり、ほのぼの。生牡蠣の販売もしてましたよ。楽しみのおしゃべりとともに牡蠣のフルコースをいただきます。まずは前菜3種盛り、一粒ずつ牡蠣の旨味が引き出されてました。話題性の高い的屋とプレミアムの食べ比べ。もちろんどちらも美味しいけれど、プレミアムの大きさは口いっぱいのクリーミーさ、最高でした。本来食べ比べに提供すべき大きさが用意できなかったからと、サービスで一品いただきました。ご親切ですよね。季節の一品土瓶蒸し。カボスでいただく出汁は味わい深いです。もちろん牡蠣と銀杏も美味しい。牡蠣一粒の握り寿司がまだジュレとおネギで絶妙。焼き牡蠣は磯の香ばしい香りも楽しめました。茶そばに牡蠣の天ぷらが2粒、汁があんかけ風で辛みもよく、つるつるっといただけました。みぞれ鍋はさっぱりと美味しかったです。牡蠣フライが3粒、王道ですよね。牡蠣の出汁が効いた炊き込みに味噌汁はお腹いっぱいのはずなのに全部いただきました。このピンクのお漬物、レンコンの芽だそうです。小さいのにちゃんと花が開いてるんですよ。グレープフルーツのゼリーでお口はさっぱり。残さずすべていただきました。ごちそうさま。牡蠣尽くしの後はバールロードを走って展望台に寄り道。素直に面白って呼んでいいのかな。女性の願いを叶えてくれるという神明神社、石神さんが初めてではない3人、それぞれに思いを秘め参拝しました。私は前回のお礼参りがもう少し先になりそうです。神々しいご神木、樹齢推定300年の山もがし、生きる力、生かされている自然のパワーをいただきました。資料館とつながる道には梅も咲き、土産物屋さんもありと、楽しい時間はあっという間に過ぎてしまいました。丸宮で2人を見送り、休みを満喫した私であります。ご視聴いただきありがとうございました。